終わる終わる終わってまうぞ。うわこれ30あるな。はぁ、あ、なんこれ。ちっちゃうさすがに。おいお前終わるっつってんだろ、マジでやめろ。そうチェーンスピア強え、いやチェーンスピア強え。はい、皆さんこんにちは、アシロです。よろしくお願いします。ってことで、本日使ってまいりますのはリムルテンペスト、こちらでございます。ステータスどうぞ。はい、こちらの性能をね使っていこうかなと思います。無事にね3体入手することができましたので、久しぶりにこれまで3体とか引きに行ったんじゃないかな。本当に3体ゲットできたのが嬉しいんですけれども、まあ両方、自陣に2体リムルテンペストを入れてみて、今回使えるって言われてるところが天魔の1、はい、まあ、バリアで毒無効にできたりとか、ヒットポイント管理もできる、でストライクショットが割合効果があると思われるような SS になってて、友情もなかなか強いということなので、まあ、その辺を見つつ1では使いまして、で天魔6、重力減速ウィンドウの全てに対応しているキャラで、あのバカ硬いと言われているラスゲ、はい、これを割合で吹き飛ばせるんじゃないかということでね、かなりの期待をされている、キャラなんですけれども、まあ、天魔のねその16に関して、本当に適性がいないよって人、これマジで、変わると思う。本当に変わると思うんだよね。1に関しては地雷対応していないんで、全部がリムルってことはできないと思うんだけど、その辺のね使用感っていうのもあえて2体を編成して、見ていこうかなと思います。ということで行ってみます。はい、ということでまず1ね。いやーもうここにリムルがいるだけで俺は嬉しいよ。本当にバリア似合うね。もう特別なキャラにしかつかないからさ。しかも俺ずっと自分が好きなコラボにちゃんとバリアついてんだよね。だってあれでしょ、ダンボールバリア覗いたらアルマド、あとあれかマキマさんかとリムルか、あといたっけな、バリア持ちって。やっぱ友情が強いよなこれ多分。はい、これ飛んでほしい毒頼む。あそっか、これそっか落雷あんのか。ここはちょっとあれなのかな。まあでもないとこもあったはずだから、そこも見ていこうか。そっかそっか、落雷があって最初にぶっ壊されてから毒飛んでくるって仕様だったな。最初だけか。そう言われてみると他のところどうだったか覚えてねえな。でここはヒットポイントがあればあるほど、火力が上がるステージになってますので、当然ソウルスティール回復効いてきますよね。それも強いと。あまた一応今とかも文句ないっすね、うん、強さのところで言うと。はい、まあ下芝居ちゃってのからのこれよ。これ楽々打ってくる。ここはあもう打ってこない。はい、バリアーずるすぎるこいつ。やばい、ずるすぎんだろこれ。いやなんかこれバリアのさ、いいところが出るときってさ、マジで強いんよね、バリア。そのバリアってさ、そのもちろんデメリットで働いちゃうシーンっていうのもね、クエストによってはあったりするんだけど、あの強く働いたときが強すぎるんだよね、いつも。それが恐ろしい。バリアやべえ、やっぱ。はい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 。チェイスチェイスチェイス。いやー、これチェイスさんも優勝。結局弱点だったらぼちぼち出るだろうな、これ。今回遊撃なしですね。ただ、リムルに関しては、急加撃いっちゃってる。同族、ははこの性能超バラで攻撃力5万1000は犯罪だよ。マジで。やばいて。で、バリアも耐久値1万ぐらいか。急加撃になると。3万2000からのあれなんで、攻撃力5万1000。まあ、そうですね。ここで戦撃取ってるんで、そうだね。超バラで、いやー、これ、それそうで5万だよ、攻撃力。5万。これちょっと待ってさ、これ早く SS 打ちてえな。自走回りどんぐらいもらってんだろうね。あの天魔6で使ってるのさ、モンストニュース中に流れてたんだけど、あれ挟まっちゃってるからさ、そこまで大きく倍率分かんなかったんだ。あこれちょっと考えればよかったな、まあ、大丈夫でしょ、バリアあるし。あ打ってこい打ってこい、ペペッつって。あそいつはダメ、そいつはダメなんだ。うん、そいつはダメなんよ。こいつにかけられちゃったらもうバリア持ってる意味なくなっちゃうから、早くしないと敵からの攻撃受けてね、バリアが解除されちゃうんでね。まあでもこういうところも結局攻撃までにターン数が長いところってさ、結局バリア壊す要因がないからさ、結局2体入れたら2分1でバリアで防げちゃうっていうね。マジ強えよな、そう考えると。バリア、いやーこれチェーンスピア恐ろしいぞ。いやこれチェイススフィア恐ろしいかもしれん。
いやこれチェイス・スリア強えわ。あんまりさ1でさ優勝コンボで出そうっていう発想はそこまで大きくなかったんだよね。オリビエさんがたまにあのちょっとやってくれた、まあ俺一応動画撮ってボツにしてるやつなんだけど、やってはくれたんだけど、それ以外であんまり友情って意識してなかったからな。まあもうちょっとインフレが進んで友情の威力もやっぱね全体的に高くなってきてるんで、だこれとかさ暴れた方がいいんじゃないの。普段だったらちょっと右縦寄りでゾンビ倒しつつみたいな動きすることが多いんだけど、友情らしいの。いやこれやばいな。まあ、大概今マスも殴りも、いやだって今やってるもんねチェイスで。いやーこれチェイス強いわ。開幕 50%で防いじゃん。いやこれさ俺さっきさ毒がね、あ毒じゃない地雷が危ないかもって言ったと思うんだけど関係ねえわ。あの今までさ地雷持ちじゃないやつをここに連れてきた時って地雷を埋水持ちにスリスリしに行かなきゃいけないっていうのと、プラスここって定義的にやっぱ毒が飛んでくるんで3ターンに1回ぐらいの周期でそのね毒のせいで実質もう動けなかったターンみたいなのができちゃうんだよね。だからそういうのと毒が重なったりすると詰んじゃうことがあるっていうのがあったんだけど、これだって2体入れたらさ2分1でリムルに飛ぶじゃん、でバリアで無効化するじゃん。話変わるよねそうなってくるとね。だってもう食らってないんだもん毒。チェイスフェアこっから伸びるから。うんチェイスフェア自分出してるよ、マジ自分出してる。いやこれずるい、えこれずるいってこれずるいってマジ。殴りに関してはマジで申し分ないですね、全く問題ない、むちゃ強い。いやこれずるいわ。うんこれはずれ。いやー結構壊し方的にはさ状態上回復ブラストとかが1本入ってくるかなって個人的に思ってたんだけど、普通にバリアで防いじゃってるからね。いやこことかもだから暴れがいいね、うん、結局友情入ってるから。ここはでもそんなか、いやでも入ってるよ普通に友情入っちゃってるから暴れていいんだよな。いやこれは強いよ。あーソウルスティール入れときゃよかったっすね。え、まずいんだが。いや待って待って待って、やばいわ、バリアあるわ。パックで遅延して攻撃さえ受けなかったら一回回収しなくて大丈夫だわ。はいドン。あダメだろそれは。クエストのコンセプト壊しすぎだろ。ダメだろそれは、一番ダメだろ。なんならマジ でこれを一品飛んだら毒食らわないっすね。さすがにそんな都合よくはいかないと。でここはあまあこうなってくるとやっぱちょっと回収必要になってくるな。次動くのが 1P で回収できないターンなんで、まあ、こういうところはちょっと意識してあげなきゃいけないかなってぐらい。まあでもそれ以外でストレスないっすねマジで。これ2段階目打ちたいんだけどさすがに無理かな。いや優秀だね。しかもこれ普通に動いててさあれなんだよね、あの回復できるからさアビリティでそこもかなり優秀っすよね。あらら、あ打てるねこれ。あーじゃあ削んなきゃよかったな。まあいっかラスゲで打とっか。あこれラスゲ開幕打とう。これラスゲ開幕打ちます。飛ぶなよ絶対、頼むぞ。うひょーい関係ないからリムル来いの関係ないから大丈夫です。あとさそうだ試そうと思ったんだ、火食らうか、あ火食らうか試そうと思ったんだ。火柱無効になってる可能性めっちゃ高いんですよねそもそも。あそれ試そうと思ったんだわ。これ開幕はちょっとやばいで、これメギドさ全体だろ、普通にこれ倒さなきゃやばいんだ。倒します。うわほい、すっこぶるまずくないですかこれ。うんめちゃくちゃまずいね。まあドレインするか、いいね。
そうだ、火柱どういう扱い受けるんだろうってのめっちゃ気になってたんだよね。どうなるんだろうね。食らわそうだよね、リムルだし。リムルだから、うん、まあ、ルフィがね、それで雷無効になったりとかも過去にあったと思うんだけど、そういうのを考えると食らわなくてもおかしくないんだよな。ちょっとここは一旦おとなしめの入り口です。恐ろしいチェイススピア、マジで。おいバリアー、邪魔者排除。さあ来ました、リムルの時間。これさ、真横し、真横、真横し。最初ちょっとこれ本当は倍率見たいんですけど、あ、よかったよかった、剣あるし、どうせ真横します。ずれたらごめん、ずれまくってる。うん、じゃあ殴り見ましょうか。はいよー。あ、でも倒しきなそうだね、これなら。え、弱点は余裕倒しちゃうと思うから。さあ、行きます。どれぐらいだ、これ。30% ないぐらいか。25?30 あるか、これ。結構な割合ですよね。一回ドーンだよね。エースかっこええ。本当に。いやでもさ、俺ちょっと複雑なんですよね。そのなんか自分で使ってみた時に初めてエース見るっていうのが結構好きだったからさ、モンストニュースの時にさ、ちょっとあのショートムービー入ってるじゃないですか。あれで初めて見ちゃうんですよね。エースどういうのかっていうのね。まあだからあそこで感動できるから結局いいんだけど、やっぱ自分で体験したいなってのもちょっと思ってる。でもあれの方が分かりやすいもんね。結局ね、手前だった方がね。いやー、これはやっぱ自分で使うと違うわーってな感じっすね、天馬1は。うん、まあ文句ないかな。先に天馬1のまとめ話しておきましょうか。天馬1はね、もうこれ採用っすね。うん、採用だと思いますね。これ多分魔装複数でやってた時より楽ですね。うん、魔装で火力が足りないってことはもうほとんどないんですよ。あの魔装持っててちゃんと厳選してる人だったらみんな感じてると思うんだけど、魔装が使えてたらもうほとんど火力が足りないってことはないんですね。うん、で事故る要因が大きく2つあって、1つ目はあの入れ歯とかで毒をまき散らかしちゃったとか、無理したショット打ったらミスっちゃって毒をまき散らかしちゃったとか、そういうのが1つ目の事故要因で、2つ目がボス2にハマってるのになかなかダメージが伸びなくてボス2が硬く感じて削りづらいところ、この2つリムル全解決だよね。うん、まあ、バリアで、まあ、確定ではないですけど毒を無効化してくれるっていうのがある時点でもう事故の要因から立てるわけじゃないですか。はい、そこがすごい強かったなっていうのと、まあ、回復要因もかなり強かったですね。ソウルスティール回復ってことでね。はい、プラスボスにみたいな、あのハマんないと火力が出せないみたいな、位置が悪くてハマれないみたいなところも結局割合と自走倍率のところで結構持ってけそうな感じがさっきしてましたので、相当強いんじゃないかな。これめちゃくちゃ強いんじゃないかな。で結局やっぱりもう今の段階で天馬2個にハマってるっていうのがもうマウントすぎる。うん、これがね、爆絶豪絶一個一個とかだったらまだ話変わってきたと思うんだ。いや、これやばいっすよ、普通に。うん、本当に、天馬2つはやばい。天馬2つは。うん、これはさすがに強いと思うね。じゃあちょっと次6問いってみましょう。はい、ということで、天馬6。おそらく、今後こういうパーティーでやるだろうなっていう編成で来ました。はい、リムル2のピリカに。なんでかっていうと、結局やっぱね、ラスゲの、割合って部分がむちゃくちゃ強いと思うんですよね。で、推定 30% ぐらいって考えると、まあ、リムル2体で 60% 削ってくれるわけじゃないですか。その部分の自走も含め入れたら、まあ 60% プラスリムル2体分の自走が入ったら、ピリカ1本でラスゲは削り切れちゃうかなって思ってるんですよね。なんで、ピリカは2本に減らしても大丈夫なんじゃないかな。はい、でネプテューヌスなんですけど、回復の要素も、リムル持ってきてくれてるんで、ここは好みかなっていう感じですね。俺どちらかというと遅延はパック1本で十分だと思っているタイプなんで、ネプよりはこっちでいいのかなとも思ったりしてますね。まあちょっといろいろ試してみてたと思うんだけどね。でね、これがね、しれっとめちゃくちゃでかいと思うんだよね、この爆発。いや、爆発クソでかいでしょこれ。うん、今ガチモンの理想パク組むって言ったらピリカ4とかでやってる人もいると思うんだけど、俺ピリカ4反対なんで、1本デイゴ入れたりとか、まあ、それこそネプテューヌスとか入れてるんだけど、デイゴ以外爆発できないんだよね。
それのせいでそのピリカがね、せっかくこのアタック能力を上げる、まあ、自分自身の火力を上げやすいような友情コンボっていうのを持ってきてるのに、それを使いこなせてなかったんだ。それがもう文句なく相性よく使えるっていうのがね、めちゃくちゃいいよね。爆発一本だけで結構変わりそうですね。相当変わるよねこれはね、うん、爆発いるかいないかで、はい、リムルいいね。あ、こここそちょっと大賢者連れてくればよかったですけどね。はい、じゃあ次、次のマップですね。やば、マジかリムル使えるのマジ嬉しいな。いやてかやっとテスラ来たね。あー、これ自己要因になりうる。うわー、これ俺好きじゃないな。なるほど、これ気をつけなきゃいけないのか。ここってさ、結局このロボットくんを倒すタイミングっていうのは人それぞれだと思うんですよね。どこにダメージオールを展開するかとか、あと防御ダウンのタイミングここに合わせたいなとかあると思うんだけど、リムルのこれ友情強すぎて結構な確率でロボットくんやっちゃいそうな感じしますね、今の見る感じ。これはね、私ね、あんまり好きじゃないっすね。本来強くあるべきものがその味方の邪魔をしちゃうっていうのが俺あんま好きじゃないんで、これはちょっとロボットくんの処理っていうのを丁寧にやる人は少し苦手なシーンがあるかもしれないですね。まあでもそれを補って有り余るぐらい強いシーンが多いと思いますけどね、この後とか特にね。うん、なんで、まあ、そこまで気にしなくてもいいと思うんだけど、でも嫌だって人は嫌だってなりそう。さあ、回復ソウルスティールの力、ソウルスティール5000回復。いや、これ回復ソウルスティールだけでも相当回復できるよな。今のだけで雑魚処理で1万5000取ってんだろ。うん、で3体船回復でもっと回復取れるって考えたら相当だよね。いや、まずいって処理しないはまずいって。はい、まあウィンドあるんでね、ここはもうお気になさらずでバチバチにいって OK です。このソウルスティール5000回復からの、いやそれ倒しちゃうんじゃないの。あ、ここは心強いっすね。ハマりたいって人も中にはいるかもしれないですけど、まあ心強いね。はい、オッケー。さあリムのターン。いやこれ楽しいな、やっぱ好きなコラボの好きなキャラ使えるって楽しいよな。え、それはちょっと SS 打ちたかったからやめてほしいまであるな。え、どうしようこれ。SS 打ちたかったな。これ迷っから倒すっしょ。え、だからこういうとこだよね。すごい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 、筋肉筋肉筋肉。こういう風にちょっとやりづらいってシーンは多少あったりするかもしれないですね。今みたいなシーンとかだって、もうちょっとゆっくりめの予感とかしてる時とかに、リムル2体拾ったりとかすると、どうしてもね、倒しちゃうみたいなね。その、本当は横顔して SS 貯めたかったのに、先倒しちゃうみたいなことはあるかもしれないね。ちょっと友情が強すぎちゃうっていう。ここまでの火力の友情コンボっていうと、今までここの適性で持ってきてるやつっていなかったからね。余計違和感に感じそうだよね。あ、友情で倒すっていう概念がないから、あ、友情で倒しちゃうんや、みたいになりそう。そして、今でちょっと左にずらしたいですね。いいね。いいね、いいね。いやー、これでも強いな。あ、これ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 ね、これね、これ下とか絶対倒したくなかったからね、今のシーンね。いや、ここは多少思う人は思いそうだね、相変わらずね。相変わらずではないけど、ハマっとくか、危ないし。はい、だこことか本来だったら下側のさ、ロボットくん多分残ってると思うんだ。こいつはさすがに無理だろ、右上は。まあ人によるかな。俺は別に、まあ、結局考えればいいんで大丈夫ではある側なんだけど、これ友情めっちゃ入るよね多分。ちょっと試していい？さすがに横の雑さじゃ無理か。ああ、そっち行った。まあ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 、これだから友情を拾ってから入るっていうムーブ結構重要になってきたりするかもしれないね。まあ、ここピリカ打っちゃっていいんだよな。ここを一本打ちなんで。早い段階にちょっと打っちゃいたかったんだけど、まあまあいいでしょう。あ、これやったか。あ、これやっちゃったな。やらかしなやつじゃないこれ。ゲージ外せないよね。
そうだよね。入れるか。ウェイ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 、よっしゃもうバリアバリア最高。まあこの無駄な加速がないっていうのは俺の中で結構評価高いんだよね。さあこれよ、これこれがでかいんよ。今までだったらパッて打って味方に触れようが、このピリカ自身がこのパワーフィールド、いやだいぶ変わるよ、だいぶ変わる。これさすがにパワーフィールドの攻撃アップはマジで火力変わるから、この2本発動するかしないかは。だから爆発できんよ。うわこれさ、撃ったらどうなるんだろう。え、純粋に気にならない？ラスゲ1本足りっかな。これ開幕撃ってみたくないですか。最低保証じゃさすがに倒さないか。え、ロボット全部倒して終わりか。うん、やめとこうな、やめとこう、やめときましょう。さすがにさすがに調子乗って負けんのいっちゃ寒いんでね。で今回は多分1万500撃なんで、もう3500くらいかけれるのかな。ワンパン乗ったりするんかな、もしかしたら。EL まで行ったら乗りそうではあるけど、これはひどいとこ倒しちゃったな、ミスったな。よしよしいやこれ下やっときたいんだよな、順番的にな。まあでもレーザー受けちゃった後、このパーティーさそこまでさあれがないんで、回復にもう超ストレスがないってわけではないんで、まあギムルがちゃんと動かないと回復できないから、それも気をつけながら。これは逆に倒してほしい。まあまあまあしゃあない。まあレーザー1本過ぎただけでもいいでしょう。これが2本飛んでくるとねちょっと話変わってくるんでね。ダウンしてからの殴り直し、まあソウルスティールで回復しましょうか。あ、食らってる火柱、今食らいましたね。いや食らうんか普通に。まあそりゃそうか、都合よく考えすぎてたか。いやもうこれでもどっちにしろ打たなきゃダメだな。リムル、リムル 1P 打とっか。 4P 打っちゃうか。 4P 打って最後リムルで削るか。そっちの方がおもろそうだな。はい、ここで打ちたいんだよな。どう打とっかな。いやでもちょっと危ねえか。パック使って次にします、ね。早すぎるよ、早すぎる早すぎる早すぎるよ、危ないよ。これちゃんと回復しないと終わるな。まあ次パックなんでここさえ耐えれば OK なんだけど。 OK、 じゃあもう一応パック使っておいて、使ってあげて回復入れてあげて、いいね。いやてか出しすぎじゃない。え、何があった？あ、パワフィか。え、これちょっと出しすぎだろ。え、これ普通に出すぎだよね、ダメージ。えぐいダメージってない？これ。え、これ倒せんじゃん。え、いらないじゃん、SS。マジで？え、そう、え？チェイススピア出すぎじゃない？どういうこと？え、今なんかチェイススピアとんでもねえ威力出してなかった？何これ、え、ソウルスピードか、使おうと思った時のソウルスピードか。え、チェイス、いや出すぎじゃねえおかしくねえかお前、これ倒せないっていう線ある、あるよな。ちょっといや、チェイススピードは俺はお前を信じる。いけいけマジクソだ、マジでこれで死ぬ。戻ってきます。はい、ボス戦まで戻ってきました。すいません、ちょっと早くしすぎてSS 溜まってないんだけど、ボス戦まで戻ってきました。いやーマジで強いわ。今道中使ってても思った、まあ強い、これ強いわ、ほんと強いね、マジ強いわ。いやーこれ使ってる楽しいわ、最高だわ、最高ですねマジ最高。これパーフィアルで殴ります。
これ倒した方が早いんじゃねえの。これボス倒すわ。これ恐ろしい。いやダメだ、ここに殴らないと終わる。ちっちゃう、さすがに。おいお前、終わるっつってんだろ。マジでやめろ。そう、チェンスピア強。え、いやチェンスピア強。え、そんなことある？よし、脳抜けた。天才。火力高っ高っ。やっぱパワーフィが出るか出ないか相当変わるよな。これに関してはリムルのターンだったんで出るんですけど、チェイススピア強っ。え、ここ SS なしで抜けたの。でかっ。ちゃんと見てあげて、次のやつ見てあげて。ここ、はい、チェイススピア届かない。いいよ。いや、チェイススピア削りすぎだって。ほんと、いや、ここに関してはさ、このクエストに関してはマジでボスが硬いんで、あのちょっとでも結構削れてる方なんですよ。だ、天馬知らない人はえちょっとしか削れてないじゃんっていう風に見えるかもしれないですけど、これクソ削れてます。ちなみに、うわ、クルクルしちゃった。うわ、最悪な2体倒してる。いや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 、いや待て待て待て、いや待て、いや待て待て、こいつやば、意味わからんって。その削り方は、え、かつてない削り方してるよ、それ。え、これやばいよね。え、何この削り方。いや、マジに分からんな。こうなったら終わりや。いや、ここ友情入るわ。考えてなかったって、ほんと。え、これなんでこんな削れるの。やば、楽しすぎだろこのキャラ。はい、パワーフィ出てます。パワーフィ出てるおかげでさ、わりかし雑に打ってもさ、なんとかなっちゃうんだよな。チェイスよ、また見れんじゃないこれ。おい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 、いやー、ちょっとむずいな。やっぱチェイススフィアだけを使っていくっていうのはね、まあ、4P が今回、ね、下にいたんでね、結構自由に動き回れたんであれでしたけど、打っていいんだけどな、一方。え、恐ろしい。ここまで俺、SS なしで、危なげなく来たの、うわ、マジで、オーリスなく初めてかもしれないですね。ここまでは。こんなんなったことはないな、さすがに。これちょっとヒットポイントゼロコースなんで。あ、これ、ちゃんと集中しないと、落ちるやつだ。しばきまーす。いや、神。いいぞいいぞ、リムル。うわ、開幕リムレちゃうな。開幕リムルとこれ多分さ、ロボットくんだけ消滅するパターンだろ、どうせ。絶対そうだよな。え、これダウンしたら勝ち確なんだが、パックダウンで勝ち確だね、これね。パックしてダウンしてピリカ打ったら勝ちですね、これ。けどそんなことしない。もうそれ速攻終わっちゃうから、このゲージ。せっかくここまで来たのにな。このゲージを楽しんでからしばきます。ダウンして、でここでパックして確か投下しないんだよね。でここ置いとくと、このピリカの SS 次打ててダウン状態で打てるっていうので、確かワンパン、まあうまく打たないとワンパンはしないけど、まあでもほんと一気に大ダメージ与えれるっていう感じだったよね。いやー、マジいいなこのキャラ。たまらんて、マジたまらんわ、フェンスラ。いやー、マジ、ほんと。いやー、これ、コードギアスとかもちゃんとこの性能にしてほしいな。これぐらいの強さ。いいよ、ちょうどいい原則。さあ、来ました、リムルテンペスト。ターンが回ってきました。そして、ボスが10日から開けます。素晴らしいタイミングで回ってまいりました、リムルテンペストのターン。え、防御アップ関係ないから、うん、防御アップなんて関係ございません。だって私、割合ですもの。終わる、終わってまうぞ。うわ、これ30あるな。はぁ、なんこれ。
え、奇跡のこれ死んだらギャグだな、マジで。え、これマジで、ちょっとほんとマジ、これオッケー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 、あぶねえ、もう一回見たかったんだよ。でさ、割合何がやばいってさ、やっぱさ、ここさ、遅延持ちのやつとかパックだったりとか、まあ、ネプテウムスとかね、室外の遅延だったりパックとか入れてさ、結局ここの防御ターンってさ、継続ターンは固定じゃないじゃないですか。その敵の攻撃回数とかでさ、何ターン遅延、あと防御ターンが続くかとかもすごい変わってくるじゃん。その辺のターン数の計算が苦手な人、割合ダメージ防御ダウンアップ関係ございません。これが仮に防御アップだとしても、強制的に割合ダメージを入れて敵を滅殺することができます。これやば。いや、メギドマジかっけえなー。いやー、てかボス1ボス2はもう友情でいいなー。これちょっとリムル4もやってみたいなー。これリムル4恐ろしいことにならんか。やってみて今思ったんだけど、これ下手したらリムル4最強ある。いやー、そりゃこうなるよ。これリムル4超強い、もしかして。だってさ、ボス1ボス2があの削り方できちゃうならさ、正直ピリカの SS なんていらないじゃないですか。でピリカなんてスピードが速くて事故ることがやっぱ多かったりするし、回復要因がないからピリカだけっていうのもちょっとあれなんで。これリムル4あるな。これリムル4でやるか今後、もしかして。そんなレベルじゃない。俺それぐらいに強いと思ってるんですけど今。大げさかな。でもピリカ入れてる理由ってさ、早いウィンド持ちってのとさ、あの硬いボスを結構削ってくれるからっていうのがあったじゃないですか。だからボス1ボス2で打って、もう1体のやつをボス3まで残しといて、ボス1で打ったやつが1段階目たまり直してピリカ2本打って、ランスロット X にハマった時にダメージが伸びるか伸びないかのギャンブルみたいな感じの攻略がピリカの場合は多いんだよね。でネプテウヌスだったりとか遅延がいたりすると、もう何回か攻撃のターンが回るんでちょっと安定し始めたって感じの今時代だったのが、ボス1ボス2 SS いりませんの時代まで入ってきたわけでしょ。これまあリムルちょっとね、2体しか厳選してないんで、3体目は厳選されてないから今すぐに行ってはちょっとあれなんだけど、いやこれちょっとリ、いやこれ想像以上にやばいかもしんない。でも少なくともなんか使えるっていうレベルじゃない、使えるじゃない、うん、いるじゃないですか。過去のやつが重心化したり重心化回避したりしてさ、そこで使えるようになったとかはいろいろいると思うんだけど、これは違う、使えるじゃない、めっちゃ強い。その中でもうん、これも最強クラスって言っていいと思う、天魔16は。うん、まあ1の魔装とかね、あのもう完成してるアビリティまでずっぽりハマってるやつと比べたらまあ劣るところはあるかもしれないですけど、両方とも今後のパーティーに採用すると思う俺。うん、まあ好きってのももちろんあるけど、どちらかというと性能で見たとしてもリムルは16両方入れるんじゃないかなって今風に感じましたね。これは強いわ。うん、これリムルは引きだわ。天魔少しでもやろうって思ってる人だったり、1位で勝てないからもうすぐに諦めちゃってる人だったりは、これいるだけで結構変わると思うな。うん、でやっぱね、何回使っても何回いろんな構成の組み合わせ考えても思うけど、コネクトスキルがなくてこの強さなのが偉い。うん、コネクトスキルあって出せるはずの強さっていうのをコネクトスキルなしで出せるのがコラボだったり限定新しいところだったりするから、やっぱね重心化回クソですね言っちゃあれですけど、線形とあの120レベル強制解放とかそういうところ以外に関してはマジでもう今恩恵ないですね。線形の書っていうアイテムとレベルの書ってアイテムがある以上、重心化でも重心化回のメリットを取れるんで、いやこれも普通に重心化で強いやつっていうのがやっぱやばすぎますね今。うん、リムルやー強えよこれ。うん、リムルにマソにでマソも満たせるっていうの超偉いし、はい、ってことで私の一発目の使ってみた動画での感想はマジ強い、はい、それにつきます。ここ最近のコラボキャラって中でももう文句なしに評価していいんじゃないかなってぐらいの強さは持ってると思いますね。はい、ってことでリムルテンペスト今回は天まで2箇所使ってまいりましたけれども、逆に皆さんも他のところで使ったりして、まあ多分どうせやばいんですけど
あの自強化倍率っていうのがね、今回あんまり大きく見れてない割合のところにね、焦点を当てて使っちゃったんで、そこだけちょっと申し訳なかったんですけれども、おそらくさっき横勘で殴ってた感じ、割と自走ももらってるんじゃないかなって思うので、はい、まあ強いのは間違いないと思います。よかったらね、最後にチャンネル登録と高評価もしていって、動画を閉じていただければなと思います。ということで皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。